ガービジはアメリカ合衆国スコットランドのロックバンド。高一点のボーカルシャーリー・マンソンの存在感とコケティッシュな魅力が特徴。アルバムの累計セールスが1700万枚を超える。バンド名はメンバーがカセットテープのテープをハサミで切ったものを継ぎはぎして曲と曲をリミックスしているとき他のメンバーが切り刻まれたテープが散乱している部屋を見てゴミみたいだねに由来する。 1994年、ニルバーナ等のプロデュースで知られるブッチ・ビッグを中心にニューヨークで結成。1995年、ファーストアルバム G でデビュー、全世界で500万枚以上のセールスを記録する。アメリカ、イギリス、オーストラリアではプラチナを獲得。1998年、セカンドアルバムバージョン2.0をリリース。ヨーロッパ各地のチャートで、 初登場1位を記録し、ファーストアルバムを上回る600万枚以上を売り上げた。同年、フジロックフェスティバルに出演。2001年、サードアルバム、ビューティフルガービジをリリース。120万枚以上の売り上げを記録。2003年、次のアルバムのレコーディングを開始するも、ブッチビグ所有のレコーディングスタジオに10トントラックが突っ込む、シャーリー・マンソンの生体手術。 ブッチビグが A 型肝炎に感染するなど多くのアクシデントに見舞われ、さらに創作に対する意見の不一致、各メンバーの環境の変化により解散の危機を迎える。2005年、ホースアルバムブリードライク目で復活したが、ワールドツアー初日にメンバー全員がインフルエンザにかかってしまう。特にシャーリー・マンソンの症状がひどかったため、ツアー途中で残りの日程をキャンセルした。 ツアー終了後、一時活動停止を宣言した。2007年、ベストアルバム、アブソルート・ガー・ピッチを発表。同アルバムに収録のため新曲が一曲制作され、先行シングルとしてリリースされた。2012年、フィフスアルバム、Not Your Kind of People をリリース。8月には、サマーソニックに出演。2016年、シックスアルバム、 ストレンジリトルバーズをリリース。ありがとうございます。